ゲオルグ・ショルツェはドイツの軍人。第二次世界大戦中、ドイツ国防軍の軍人として、不評共同連隊や第二重総甲的弾兵士団の指揮官を務めた。騎士鉄十字章受章者。1945年4月23日、ベルリンにて自決した。最終階級は少々。ゲオルグ・ショルツェは1897年に、ザクセン王国領。 レーバウに生まれた。第一次世界大戦勃発直後の1914年8月、プロイセン王国陸軍に義勇兵として入隊を果たす。そして第五、フォンロイマン両兵大隊に配属された後、同年中に第391不評連隊の一員として前線に送られる。1915年までに中尉に昇格。その後、敗戦まで、 第391連隊内で、小隊長や大隊副官を務める。ベルダンの戦いでは一級、二級鉄十字章を授与、されている。敗戦後は兵役を離れて故郷に戻り、アビトゥーア試験に合格。1923年まで農場で働き、その後は、バイマル共和国軍に軍属として勤務した。百二十六年一月十八日、マルガレーテラングと結婚し、 あとに5人の子供を設ける。1926年中頃から、ユーテルボーク軍の軍役員となる。1934年10月1日、大意として陸軍に復帰し、間もなく、バイマル共和国軍は、ドイツ国防軍に改組された。復帰後は、ポツダム不評連隊にて、中隊長の職に就く。同連隊は1935年10月15日に、 第9不評連隊と改名された。1936年、同連隊の第10中隊長となる。1937年1月1日、詳細昇進するとともに、第3軍団司令部付け参謀に就任。1939年10月から、不評共同連隊第2大隊長。さらに1940年から第900、不評連隊の大隊長を務め。 1940年6月1日付で中佐に昇進。独組戦が始まると同連隊の第二大隊を率いて戦闘に参加した。1942年初頭、ドイツ十字賞金賞を受賞。1942年4月1日付で大佐に昇進し、5月28日に第900連隊が解散すると不評共同連隊長に就任した。 1942年12月18日、連隊が第901不評共同連隊に再編される。1943年2月26日、騎士鉄十字章受章。1944年1月、連隊はさらに第901総合的団兵共同連隊と改名され、新しい総合共同連隊としての任務が与えられた。 1944年7月19日には、共同連隊長の職を離れる。1945年には、ルーマニア戦線に移り、第20総攻的弾兵士団の指揮官を引き継ぐ。1945年4月14日、妻と4人の子供がポツダムへの空襲で死亡する。唯一生き残った一人の息子は、戦争を生き延びた。1945年4月20日、 少々へ昇進。1945年4月23日、ベルリンの戦いの中で、師団は分断され、ショルテは包囲された、師団本部の中で自決した。ありがとうございます。